こんにちは。お名前をどうぞ。あ、いぶきです。いぶき様、はい、お待ちしておりました。こちら、最後にご記入の方をお願いします。おお、高道。え、なんだよその格好。ケンジが清掃してこいって言うから、僕にとっての清掃はこれです。それに大学で昆虫の研究してる僕の魅力はこう白衣の方が伝わる。高道、今日くらいは昆虫のことは忘れろよ。恋愛のレノジの経験もね、お前のためにこういうパーティー連れてきたんだからよ。虫だけじゃなくて現実の人間にも興味持てよ。やっぱ人生恋したいじゃん。っていうか俺も恋したいんだよ。自分が来たかっただけだ。皆さんこんにちは。お、始まるぞ。皆さん恋をしたいですか？クリスマスまでに恋人が欲しいですか？イエーイ。さあパーティー始まりますよ。イエーイ。さすがにこれダサいからさ、俺の貸してやるよ。いやさすがにあの子やめとけって。桜宮照子、フランスだかイギリスだかの帰国子女で、最近帰国して尾張大に編入してきたんだよ。心理学部のよくテレビ出てる先生いいんじゃん。あ、横尾教授。あの教授の家に居候らしいぞ。まあでも、なんでこんなイベント来てんだろう。おー、盛り上がってきましたね。じゃあ、細かい説明は後回しです。トークタイムスタート。名前なんていうの。桜宮照子です。どこ住んでるの。あ、住所はちょっと。おいくつなんですか。22歳です。連絡先とか交換できたり。連絡先はちょっと難しくて、ごめんなさい。くだらない質問に答えてたら喉渇いちゃった。はい。はじめまして。僕は終わり台の大学院の伊吹くんでしょ。知ってるよ。え、なんで。いっつも学食でカツ丼にマヨネーズドバドバかけて食べてるでしょ。この人どんな味覚してんだよって気になってたの。あれ結構合うんだけどな。伊吹くんさ、下の名前何。高道。
高道くんはさ、誰が気になってるの？あ、うん、あ、ちょこっちこっち。ちょっと。You never miss the water till the well run dry. It's too late. Where you know? Like doing now. Like thinking about now. It was too late. ありがとう。そのあざ、ああ、私横尾教授の家に住まわせてもらってるのね。親が昔から教授と知り合いで。あ、ほら、うち家族みんな今フランスにいるから。でも教授から暴力を受けてて。教授も最初は優しかったんだけど、だんだん理不尽に怒るようになって、少し前からは手も上げるようになって。そうなんだ。ねえ、こんな暗い話よりさ、二人でパーティー抜け出してどっか遊びに行こうよ。え？ペルコ、こんなところで何やってるんだ。帰るぞ。明日夜12時にうちに来て。え？お姫様が目の前で連れ去られるのをメルダは指をくわえて見ていたわけだ。指をくわえてって急だったから。情けないな。まあまあそう言わないで。そんなドラマみたいなことが目の前で起きたら人間誰だってとっさには動けないよなあ、メルダ君。そうですよね、シータさん。ありがとうございます。いえいえ。でもシータさんの言う通り、ドラマみたいだったんです。あんなに美しい女の子と僕が二人っきりで、まるで恋愛ドラマみたいな。まあ見たことはないですけど。じゃあ助け出さないとね。えお姫様を悪から救い出すのは映画の主人公の君の仕事だろ。はい。今度はビビんなよ。今その住所のあたりなんだけど、本当にこの辺で合ってんのかな。合ってるって。それよりこんな時間に教授の家に行くってお前何考えてんだよ。あった、ケンジ、ありがとう。
教授は大丈夫なんですか？うん、さっき寝室入って電気消えたからもう寝たと思う。あ、ずっと管理されてるの？うん。大変だね。私ね、高道くんのことヘルコ、今どこにいる？すいません、夜風に当たりに外に出てて。何時だと思ってるんだ、すぐに帰ってこい。わかりました。私戻らないと。あ、ちょっと連絡先の交換だけでも。ダメ、携帯も教授に見られてるの。高道くん、明日も同じ時間にここに来て、大事な話があるの。じゃあね。DV に束縛か、ひでえ話だな。はい。メルダ君、その教授ってどんな人なの？心理学者の横尾教授って知ってますか？ああ、よくニュースのコメンテーターとかでテレビに出てる。はい、その横尾教授です。マジかよ、あの人いつも社会問題とかに切り込んで正義の味方みたいな面してんじゃん。そんな人が DV？ そうなんです。ひどい話だね。ないで、しばらくこうさせて。教授が目を覚ますかもしれない。もう戻らないと。あ、テルコさんともっと一緒にいたい。私もだよ高道くん。でも教授は眠りが浅くていつ目を覚ますかわからないの。僕にできることはない。テルコさん、守りたい。いや、でも。何？僕、何でもやるよ。わかった。高道くんがそこまで言ってくれるなら。何それ？眠り薬。ね、眠り薬？睡眠薬？うん。私、なかなか眠れない時期があって、その時に処方してもらったの。これをどうすんの？教授に飲ませてほしいの。
教授が深い眠りについたら二人でゆっくり会えるでしょ。いやでも僕が教授に近づいて薬を飲ませるなんて無理だよ。大丈夫、高道くんなら教授に近づけるいいチャンスがあるの。私は今教授に距離を置かれてて薬を飲ませるチャンスがなくて。そうなんだ、どうすればいい。教授は毎年この時期に学部生や院生や他の研究室の助手を集めて食事会を開いているの。自分の研究室に引き抜いて人数を増やして大学の研究費を引き出すためにね。だから高道くんも来年心理学部に転部する予定で、横尾教授の研究室に興味があるって言えば絶対招待される。いやでも大学院の昆虫学から転部する人なんていないし、普通怪しまれるよ。それにパーティーで顔見られてるし。あの人は若い男の顔なんて絶対に覚えてないね。そしたら私たち二人でゆっくり会えるよ。わかった、やるよ。戻らなきゃ。食事会は1週間後の土曜のお昼。お昼に薬を飲ませてくれれば夜には教授は深い眠りにつくわ。私はお昼は外出してていないけど夕方には戻るから、そしたら夜二人でどこかに出かけよう。誰にも邪魔されない二人だけの夜だよ。わかった。じゃあね。あ、送るよ。うん。私を殺すつもりなんだろう。それってさ、実はそのメルダに渡された薬は毒薬で、その女は教授を殺させようとしてるんじゃないの。いや、そんなことはないはずです。いやいやいや、メルダもそう考えてるから不安で俺たちに話してるんじゃないの。まあまあ、そうメルダ君をいじめないで。メルダ君、実はね、僕大学病院で医者をやっててね、もしその薬を持ってきてくれたら調べてあげるよ。本当ですか。 ありがとうございます。僕らの仲じゃないか、それぐらいやらせてくれよ。シータさんは優しいな。つうか医者だったんすか、すごいっすね。え、てか金持ちっすよね。ぶっちゃけどれぐらい稼いでるんですか。メルダ君。あ、はい。一応初めましてになるのかな。シータです。今日わざわざありがとう。こちらこそ、
ありがとうございます。全然大丈夫だよ。今診察は昼休み休憩だし。はい。じゃあ早速預かろうかな。じゃあちょっと待ってて。はい。お待たせ。よかったね。よく処方されてる一般的な睡眠薬だったよ。本当ですか。よかった。はい、メルダ君、お姫様との恋応援してるよ。ありがとうございます。じゃあ。すいません。はい。横尾教授の食事会に呼ばれました。いぶきです。助手の飯田です。どうぞ。こちらへどうぞ。ありがとうございます。この間ご挨拶させていただいた天部予定の伊吹です。来てくれてありがとう。どうも、うん。それでもね、先生、全員揃いました。うん。はい、皆さんこんにちは。ようこそ我が家へ。今日は私の研究室に来てもらいたい優秀な人材に集まってもらったんだが、まあ堅苦しい話は抜きにしてね、まずは美味しい料理を食べましょう。それでは若き皆さんのさらなる飛躍を願って最後に乾杯でいこうかね。うん、なんかみんなとの時間が楽しすぎるから飲みすぎちゃったみたいだね。じゃあもう一杯だけいこうかね。あ、僕が入れてきます。ね、軽い1900。新しいグラスでどうぞ。あ、ありがとう。それでは乾杯。乾杯。
大丈夫ですか？うん、大丈夫大丈夫。ちょっと飲みすぎちゃったみたい。先生がお亡くなりになりました。伊吹高道さん、なぜ先生を殺したのですか？いや、僕は何も。あなたが先生のグラスに何か入れるのを見ました。いたずらか何かの余興かと思って止めに入りませんでしたが、まさか先生に毒を飲ませるとは。毒だなんて。僕は睡眠薬だって聞いてたんです。まさか死ぬなんて。聞いていたって誰にですか？それはとにかくあなたが先生を殺したことに変わりはありません。僕が人を殺した？警察を呼びます。逃げないで、ちゃんと罪を償いなさい。僕は毒薬だなんて聞いてなかったんです。ここにずっと住んでる照子さんに今日ジョン眠らせてほしいって睡眠薬を渡されて。照子さんに？どういうことです？照子さんは僕とずっと一緒にいたいから、ゆっくり会いたいからって教授を眠らせるように睡眠薬を渡されて。あなた何を言っているんです？でも調べてもらったらこれは睡眠薬だったんです。確かに。ただいま戻りました。ちょうど本人が帰ってきましたね。あなたの言っていることが本当なのか聞いてみましょう。戻りました。先生、どうして？先生、照子さん、どういうことですか？これ睡眠薬だって言いましたよね。なんで教授が死ぬんですか？僕あなたのためにやったんですよ。やめてください。あなた誰ですか？何言ってるんですか？僕はあなたのために。私はあなたのことなんて知りません。あなたが本当に照子さんに頼まれてやったというなら、何か証拠を見せてください。メッセージのやり取りだったり何かないのですか？照子さんの連絡先は分かりません。警察を呼びます。どうして死んでしまったのですか？私の面倒を見てくれるっておっしゃったじゃないですか。先生、生き返ってください。じゃあそうしよう。テルコ、私が死んでなくて残念だったな。
う大丈夫だ、メルダ。え？先生、こういうのは事前に話しといてくださいよ。あなた誰なんですか？助手じゃないんですか？そう、助手なんかじゃない。君は私のことをよく知っているはずだよ。え？シータだよ。シータ？いや、シータは病院の男の人じゃ。あれはバイト。大学病院の医者なんて収入がたかが知れてるから、小遣い渡したら大体何でも言うこと聞くよ。シータのふりをしてもらったんだよ。いや、それに調べてもらったらあれは睡眠薬だって。最初から説明するよ。まず大前提として、テル子は帰国子女でも教授の友人の娘でもない。あれは横尾教授の年の離れた妻だ。でも世間体を気にした教授は、周囲には友人の娘を預かっていると説明していた。で、束縛の激しい教授はいつでも自分の目の届くところに置いておこうと自分の大学に編入させた。教授の力を使ってね。でもそこからが誤算だった。そもそも金目当てで結婚したテル子には教授に対する愛情なんてなかったので、次から次へと大学の若い男たちをとっかえひっかえ遊び始めた。で、テル子はだんだん激しくなる教授の束縛に嫌気がさしてきた。金目当てだったのにその金も自由に使わせてもらえない。そこで教授を殺すことを考えて今回の計画を立てたんだ。そこで選ばれたのが君だ。共犯者たちから話を聞いたんだが。共犯者？パーティーにいた男たちや君が親友だと思ってるケンジ君だよ。ケンジが？彼らの話によると、大学で一番地味で騙されやすそうな君が駒としてテル子に選ばれたってことだ。私が本当にお前に夢中になると思ったのかよ。これが現実だよ、メルダ。最初君からテル子との出会いを聞いて何か怪しいなと思ったんだ。で、いろいろ調べたらテル子の企みが見えてきた。君が病院に持ち込んだ薬が毒薬だったことで疑惑が確信に変わったよ。ちなみに中身は病院で水に入れ替えたけどね。それでテル子の企みを教授に伝えたら、一つ芝居を打ってテル子を返り討ちにしてやろうって流れになった。あとは君が見た通りだ。でもシータさん、なんでそこまで。もしかして僕を救うために。私はそんなにお人よしじゃない。
熱心に君の相談に乗るふりをしていたら大学教授の横尾の名前が出てきた。有名人だからこれは金になるかもしれないと思って動いた。今回教授から情報提供料とテルコを陥れる協力料として報酬をいただいたよ。メルダのおかげで結構いい稼ぎになったよ。ありがとう。え、じゃあ君も教授もテルコもケンジもあのパーティーの人たちもみんな僕を騙してたってこと？そう。真実を知らず踊らされていたのは君だけだ。この出来事以来、僕はパーティーへ行くのも SNS も友達付き合いも全てやめました。